わさびとからし、どっちが先使い切るのか対決。さあ、始まりました。プリントチャンネル、ハロー、佐々木です。しょうちゃん、ハンダ。前回ですね、はい、お団子さんとアゴキングさんにマヨネーズとケチャップ、どっちが先使い切るのかっていうのをやってもらいました。で、今回はね、わさび、からし。せーの、わさび。何の食材につけるかっていうのはもう自由なので、食材をそれぞれ買ってきてもらった状態から用意スタートしてもらいます。負けた方はですね、全額負担。からしだったら、からしのあよよ作文をですね、ツイートしてください。3日間、わさび VS からし、いってみよう。よいしょ。チャンネル登録お願いします。買ってきました。買ってきました。よーい、ピー。よっしゃー。やっぱわさびといえばこちら、お寿司。お寿司買ってきました。わさび醤油がいいかなと思ってこれやってます。からしといえば、もうあれがあるんですよ。納豆。ほら、こんな使いますね。こんなに、え、もう匂いがすごいもん、からしの。いただきます。あ、やべ。ないあれ、たっぷりつけてね。うん、はーい、鼻にくる。うわ、うちら勘違いしてたわ。やばい、舐めてた。間違えた。完全分量間違えてる。やばいな。もう僕も息切れする。もう辛いの、長いの耐えれないです。うわ、やめな。ねえねえ、無理だってその量。お刺身。お刺身やります。うん、納豆完食。僕はですね、焼き鳥。焼き鳥からし。え、からしですよ、焼き鳥って。そうなの。はい、ダメだ、最近お腹いっぱいになっちゃう。使いたいけど使えないです、辛すぎて。厚焼き笹かま。味噌かぶ。からし味噌ってあるじゃないですか。味噌が乗っかってるんで、それにからしを入れることによってマイルドになるっていう作戦です。うん、笹かまの方が密度あるから食べやすい。ほら、たっぷり笹かまつけて、うんうん、来ました。全然辛くない。かぶ自体にすごい水分があるから、からしをめちゃくちゃ中和してくれる。かつて刺身にこんなわさびつけた人いないよ。明らかに二人の足が止まってる。てか、お腹いっぱいより辛くて進まないっていう。こんなつけるから。うん、もうどうにでもなれ。なるほど、いきます。あ、うまいね。嘘つけ。ちょ、天下の宝刀必殺技の料理持ってきます。ちょっと調理してきます。うわ、やべえ。次はですね、おでんいきます。おでんね。おでんなら汁でからしを少しでも薄めることができると思うんで。頭いい。はい、俺よくおでんのコンビニでやってたもん。やってました。からし結構入れて、あれ、うわ、うまいよね。美味しいですよ、おでん。ちょっと俺も料理します。そばどう。いい。そば溶かすでしょ。いい。俺も汁でいきますよ。あ、汁作戦。はい、すごくいい香りがしてきました。やべえ、もうすごいグツグツ言ってる。くそー、置いてかれる。つゆで溶いちゃったら、つゆ全部飲まないといけないし。まあ、そういうことですね。でしょ。ほら、あだとなった。すげえ嫌な人なんだけど。おでんを冷ましてる間に次の料理取り掛かります。効率的だね。確認。熱湯に4分温めるとできるんで。おお、すぐだ。からしは合うはずなんで。いや、確認もからし効くもんね。すいません、すいません、あの、一人のキッチンじゃないんで、すいません。あれ、え、何ですか、まずそれは。アボカド。え、合うでしょ。ああ、合います、合います。あ、え、何して、何してしてんですか、何して。え、ジェイソン。ああ、怖い。おー、合ってる。で、ここにあるんでしょ。おー、知ってるもん、ほら。焦んない、焦んない、焦ったら。気をつけて、あの、手ぶれ。俺かい。あの、鍋状でやればよかった。え、アボカド、人生で初めて料理しました。なわけないよ。本当は初めてです。よし、俺、あっち行きます。そば作ってきました。こんぐらい。うわ、結構入れたな、自分で。うまっ。あ、これいけるわ。わさびまだいける。もうちょい入れます。結構入れた。もうね、ほら、あ、半分ぐらいいきました。半分ぐらい。あれ、ちょっとわさびでなんか緑になってる気がする。いただきます。わさび味、わさびそば。あ、あ、しょうちゃん全然入ってますね。しょうちゃん全然入ってる。オッケーオッケーオッケー。あー、これは言える。多分甘だれなんでいきますね。これは言えるわ。完成。はい、サッポロ。いってらっしゃい。前戻ってきました。うわ、来た。ほら、見てください。アボカドにほんのちょっとここわさび、あの、同じ緑で見えにくいけど。じゃあ一回ちょっとからしの味忘れたいんで、おでんの汁普通にいきます。
わかる、俺もそば最初言ったもん。よし、アボカドめちゃくちゃ合うわ。僕もからしめっちゃ入れちゃう。グイ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 、めちゃくちゃ辛くない。やばいやばい、全然入れられる。ちょっともう一回入れちゃいますね。でも全く同じことです。いけるいける。卵もいただきます。卵のおかげでおでんがうまいるど。どうするやん、うまいるっていうの知らない。うまいるどにちょっともうちょいじゃん。これ第三陣。え、そんなに。もう苦しい。ちょっとダメだ。ちょっと作戦成功。あ、作戦成功。作戦変更。よっしゃ、トンポーローにもからしをつけちゃったりして。ちょぴーん。うんうんうん、まだトンポーローのタレがちょっと甘いんでマイルドになるんですけど、でも辛い。よいしょ、よいしょ。あ、うん、アボカド完食。うん、うわぁ、秘密兵器、サイコロステーキ、わさび醤油で。よいしょ、ステーキこうで。僕もあれ出しちゃおうかな。なになに。僕はですね、シューマイいきます。え、シューマイ。もうお腹いっぱいみたいなの。お腹はいっぱいです。大丈夫。え、もうどんな感じですか、わさびとからしの量は。いや、あの半分以上はいってんだけど、怖さしかない。口に運べない。いいね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 。今のすごいこと考えた。わさび醤油で焼けばいいね。確かに温めれば飛ぶ。完全に醤油わさびソースを作ってます。これで炒めちゃうっていう。うわー、おーすごい。ベタベタになっちゃった。はい、できた。大量の醤油わさびサイコロステーキ。果たしてわさびの味するか。わさびの味そんなしない。ちょい辛。ちょい辛いんかい。ほんとにちょいだけど。こっちでもわさび醤油作って、それにかけて食べる。でもまだ3分の1ぐらいあるな。シュウマイです。え、何それ。なんか持ってるけど。他に痛みを加えながら食べて忘れる。バカバカ。これこの辛子すごい量や。かなりあの量きついです。これで相当辛いですから。いや、これ結構辛いよ。すごい、全然辛い感じない。量的にはもう見てください、結構もう。いやいや、よし、見てよ、ほら俺の方が全然。うんうん、最高で一貫。もうやばい、このままじゃ僕負けちゃうんで、最終奥義、最後の必殺技出します。肉じゃがー、そしてマヨネーズ。マヨネーズ、からしマヨにしちゃいます。あ、そういうことか、はい、俺の醤油わさびを今頃やってるってことだ。そうです。うら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 。からしマヨのお味はいかがでしょうか。うん、量入れたのに全然大丈夫、相当いいです。ラスト、お茶漬け。ありったけのわさび入れます。こんぐらい入ってます。見えるかな。うん、ああわさび、わさびだなこれ。第二陣のシュウマイです。全部使わせてもらいます。全部出させてもらいます。分かった、俺も全部出す。全部出してる。全部全部出してる。もうこれで全部使い切りました。全部出してます。使い切りました。こんな出してます。ここまでする。わさびの匂いすごい。食いたくね。ああ、やだ、これは辛すぎる。行かしてもらいます。それ行くの。今日でお別れかもしれません。最後にパンダさんと企画ができてよかったです。ありがとうございました。嘘でしょ。サマーウォーズみたいな。うわー、今のうちだ。あー、めちゃくちゃつける。ちょっと液体にすんのがきついのかな。え、いった。あれ、あと僕この残りのおでんとこの肉じゃがです。パンダお茶漬けですか。そうです。そんな簡単なもんじゃないんで。カラさん苦戦してる。僕はかます。それでもう行かせてもらいます。うわ、すげえこいつ。うん、最後大根だけなんで行かせてもらいます。うん、うわ、頼む。
頼む。終了。からしの勝利。負けたー。すごい根性だ。この子は拒否反応すごいわ。口の。それではパノさん、明日からわさびのあやさく分ツイート。全額しばらくよろしくお願いします。それではファンさんについてチェックしてみてください。それでは2人が頑張ったなと思う方はチャンネル登録、高評価お願いします。それではまたね。バイバイ。さよなら。人間受けちゃいます。そして人間が潰されるのはこれだ。いいですね。ちょっと待ってください。ストップでください。ストップでくださいよ。ストップ。これ大丈夫です。エビさん、ここでこのダンボール持ち上げてる。サイクル制御ごま油で焼かせて、結構変わったタイプです。違う、言ってよ。